やっていけたぜ、アーマ美術大学縄張りバトルでやっていきますよ。さあプライムシューターコラボは、あれ2人しかいない、さすがにちょっと出遅れたか。みんなプライムシューターコラボで新実装のバブルランチャー大量に使いたいなと思っていくのかと思ったら意外とそうでもない、まあ、他の人がどうせ使うだろうという目論みでねえ、それを見に来たっていう人もいるかもしれません。ワン、相変わらず代わりにボンピッチャーの射程は結構なもんですね。さあ、お、いいね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 、お、うん、ん、ああこうか、こうか、こうか、フラえー、あーでもこれちょっとうまく使うにはコツがいりそうな感じですね。よいしょ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 、なんか上か、なんかいる、にゃん、バブルランチャーに夢中になりすぎなんだよな。あれ相手のインクだと破裂、なんかダメな破裂しちゃうんだったかな。なんかちょっとくらいほったらかしのバブルランチャーの方がいい気がするな。バブルーンバブルーン、どんどん行くぜ。いやー、雨が降っている、雨降らしの、おお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 、ちょちょちょ、味方のバブルランチャーで自分がどこにいるのかが一瞬わからない。ちょっと困りそうですね、そういうところ。おいるよー、よいしょよいしょ、バブルランチャーに取り囲まれるがよいわ。しかしバブルランチャーさん邪魔だな、意外と。といったところ、おお、裏回ってくれたね。まあだからこそちょっと余裕があったっていうわけではあるんですが、ええー、わ。しかしこれスペシャルするのだってどういう効果になるんだろうね。いやー、ちょっとやっぱ高台の上は危険ですね。うーん、破裂が大きい。バブルランチャー、バブルランチャー、そして最後の一発はここだ。あー、撃てなかった、欲張りすぎだ。ボールド死の最強クラスの攻撃力にやられてしまってるな。どうやって使うのがいいんだろうな、バブルランチャーは。自分の目の前に出すのかな。それを考えるとあまり悠長に近づいてもいけないし、かといって遠くで撃っていてもあまり大したことはなさそうだった。もっと後で動いてどっかで破裂するっていうのを見越して早めに出すとか、そういうのがいいのかな。まあプライムシューター自体がそもそも強いからそこまで焦らなくても、ああ間違えた、そうか、サブウェポンじゃないから ZR ボタンを使わないとバブルは発射されないわけだな。あー、普通に負けた。その辺気をつけないといけなさそうだね。結果はバブルランチャー4回、もうちょっと頑張れそう。でもプライムシューターで4回打てるってことはそこまで悪くないのかもしれない。塗り性能としてはどうだろうな、ちょっと使い方が下手くそというのもあるかもしれないけど、頑張ればもうちょっと塗れるスペシャルなのかもしれない。やってきたぜ、アマ美術大学。レンチャンでアマ美術大学か。バブルランチャーのリベンジをするには持ってこいだな。おお、そしてやっぱり来てくれたぞ。やっぱり来てくれたぞ。そう、これを待っていたんだよ、俺は。バブル祭りをしようぜ。みんなでバブルバブルしていこうぜ。もう、時は、バブル。ね、崩壊させようぜ、バブルをよ。行くぜ。しかし、みんながみんな塗っていると、ちょっとバブルがね、ためにくいかもしれない。なので自分が塗りやすい位置ってどこだろうというのを意識しなくてはいけない。おお、こんなところにバブル。お、相手のバブルは打つとこんな感じで、おお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 、やめてくれやめてくれ、逃げられない。おお、バブルに囲まれている、やばい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 。おお、なるほど、こうやって相手の進軍を阻害するような。間違えた、食らってくれ。おお、あそんな普通にバブルを投下していく、なんだって、バブルってそんな投下することができてしまうのか。何なんだ、投下 PNG 形式だったのか、お前。ふぅ、悔しいぜ。そんな、俺は、
消化できないという感じのイメージだったけど、そういうわけではないよね。完全な心臓を妨害するわけではなく、うわーこんなもん突っ切ってやるぜって言った人を暴いって言って、そのバブルを崩壊させることによって無理やり爆破させていく、そういうようなプレイスタイルで行くのが良いということか。あん、君分かってんだよ、分かってんだよ、君がインクアーマーに身をまとっているバブル戦士だということは。ワン、若干恐ろしげですが、こっから来るかな。よいしょ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 、遠くの方からバブルをランチャー、まあランチャーっていうぐらいだからやっぱり遠くに放つ方がいいよね。罠的な感じで。やめてやめてやめて、後ろにもいる。あ、来てるぞ、気をつけろ。バーン、ランチャーされる、ランチャーされる、気をつけて。おお、危ない。とりあえずはねえ、強力なスパッテリーをキックしたいわ。飛んでいる、なるほど、上から撃てば上からふわふわ浮いた、ね、上からバブルになるわけだ。やめて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 、あー、インクが足りない、インクが足りない。なるほど、相手は割るとメリットのある爆破を促すことができるけど、自分が相手のバブルを破裂させてもメリットはない、そういう効果があるスペシャルなわけだ。あーやめて、あー一人だけしか持っていけなかったよ。あー、ブラムシュータコラボの相打ちになっちゃったのか、もう一人の方に押し負けたのかと思ってた。まあダメージが蓄積されていたって感じだな。そして、そしてスバッタリーのビーコンが結構そこいらにあるな。ちょっと詰めていくか。で、若干前に出ながら、もう一回バブル打ちたい。崩壊させたいんだ、バブルを。バブル崩壊、バブル崩壊、バブル崩壊を、バブル崩壊をもくろみたいんだよ。ダメでした。まあプライムシューターだからというのもあるのかな、このためにくさは。しかしながら負けてる、普通に負けちゃってんじゃないの。バブルランチャーは強いのか、いや使い方がもう少しうまくできるのがあるはずだ。そうだよね、なんか相手が来たくないところにワンとバブルを打ち込む、ガチマッチとかだと結構厄介そうな気がする。相手の視界も奪えますしね。なるほど、まあ使い方次第で化けそうなスペシャルという感じでしたね。全然使いこなせませんでしたが、といった感じでしたね。ありがとうございました。